で、実はですね、神道の心を伝えるというのを約7年前にスタートしました。そして7年前にスタートして、そして去年から講話を始めたんです。もともと我々の中にあったものが今失われようとしている。これは同時に日本という国を失うということです。ですからこれではいけないと思っている人たちが立ち上がって、そしてここにこうやって集まってきている。全国から今来ているんです。ここに本当にこの日本の未来を憂いている人たちが立ち上がって、そしてこの心を全国に広げたいという人たちが集まって、去年1年間で7000人集まりました。まあ、ありがとうございます。つまりね、本当に心の底から未来を憂いている人たちがいるんですよ。そして今全国に20支部できました。そして私が何をやろうかっていうと、和の文化、ね、これを継承している方々がいる。花やお茶や踊りや、ね、お能やいろんな方々がいる。でも花は華道茶道は家元があって一つになれないんです。だからこういう垣根を外して和の文化、ね、この和の文化でみんなが一つになろうよって、垣根を外そう。お茶をしてる人は花も、ね、立てたい。お茶と花すると着物も着たい、着付けもしたい。着物を着たらちょっと踊ってみようかなっていう気にもなる。そうやってね、和の文化を継承する人たちが一つになって、そして環境を作れば、つまりこれは畑です。そこに次世代の種をまけば和の文化が花咲きます。そういうね、垣根を払ったものを作ろうということで、全国今支部をね立ち上げています。そしてその支部で1000人の組織ができたら、各地区に毎月大先生を呼ぶことができます。今月はお茶の大先生、来月は花の大先生、その次はおのおのあの大先生、これをやるんです。誰が？皆様が。いいですか、私がやるんじゃないんです。皆様がやるんです。これが神道です。私がやるんだったらもう宗教が始まります。でも神道とはなるようになる状態を作ることです。いいですか、やる、誰がとなります。なる、誰がってなくなるんです。いいですか、やる、これは問題が起きないとヒーローって生まれないんです。問題が起きるから立ち上がる、この人がヒーローなんです。そうやって目に見えるものに我々憧れてしまうんです。でも私たちはなるようになる状態を作るんです。それはどういうことか、八百万の神すべての役割を発揮させる、そういう場を作る、ね、これが我々日本人です。もともと日本人はこのなるようになる状態を作れる人、この人をリーダーと言いました。こういう人たちが自ら立ち上がって、ですから私はお願いはしてません。私こうやってね、講話をやりたいから人集めてよというお願いをしてません。なぜならばお願いをした人に対してのありがとう、これは挨拶なんです。いいですか、物事を得ることによって言葉をかける、これを挨拶と言います。ところがあなたがやりたい、私もやりたい、だったら一緒にやろうよ、その時にかける言葉は感謝というんです。常にね、我々は多くのものをいただいてます。そのいただいたことに言葉をかけること、これを感謝というんです。じゃあ徳って何なの、その徳がわからないからルールや規則を作るんですよ。そうでしょ、かつての日本人はその道徳倫理を分かってたんです。しかも教えもなく、昔の人たちは仕事は教えませんでした。背中を見て学べ、つまりすでにもう教えてるんです、ね、それを学び取ってないのは私たちなんです。そうやってかつての日本人ではもう亡くなった今は、古事記に学ぶというね、こういうテーマでやってますけれども、古事記をではありません。いいですか、古事記を学ぶんだったら名前やね、物語をね覚えるという、暗記する。でも古事記に学ぶとは、なぜ神々はその時にそんな判断をしたのか、そういう行動をしたのか、そういう言動をしたのか、それを自らが考える、そして言葉に出す、その言葉があなたの答えです。アマテラス大御神は誰が言ってもアマテラスです。でもそれをどう感じたかを口に出した瞬間に、それはあなたのものです。それをね、するために古事記に学ぶというね、タイトルで全国に回ってきました。さあ、まずね、最初に皆様にね、質問します。
我が国日本はいつどこで誰がどのようにして作ったのか、すべてを言える人手を挙げて。はい、これが日本人です。いいですか。あと2年後、2020年になるとどんなことが起きるか、海外の人から聞かれます。あなたの国はどうやってできたの、誰が作ったの、いつできたの。日本人は何も知らない、全く芯がない民族だったんだ、バレるんです。さあ、我が国日本はどこを目指していたんでしょう。いいですか。どこを目指してたんですか。ここです。経済ですか、金儲けですか、ね、どんな国にしたいのか。もう少し単位を小さく皆様にね、合わせていきます。さあ、あなたの会社はどうしたいんですか。どんな会社にしたいんですか。さあ、あなたの家庭はどうありたいんですか、ね、この社会は、この国はどうしたいんですか。皆さんはどこへ向かってるんでしょうか。これなんです。それもわからないのに悩んでいる。なぜ悩む必要があるんですか。どこにも行ってないのに。そうでしょ。その目指していたもの、ね、それこそが建国の思いなんです。国を作った時の思いがあるんです。こんな国にしたいって。もともと建国の思いってみんな持ってたんです。でも今の我々はこの思いを知りません。そして精神的支柱を失ったら、この国は確実に滅びます。私たちの、ね、祖先はどんな国にしたかったんでしょうか。祖先、つまり神です。アマテラスはどんな国にしたかったんでしょうか。特攻の青年はどんな思いで死んでいったんでしょうか。今のこの骨抜きにされて何の理念もわからない、守ってきた、何を守ってきたかすらわからない、こんな国を理想にしてたんでしょうか。さらにアマテラス建国の思いというのがある。それこそが知らす国です。最初に言いました、あなたはどんな家庭にしたいんですか、どんな会社に、どんな社会に、どんな国家に。アマテラスが目指してきた国、それこそがこの知らす国なんです。